それでは始めたいと思います。いつも申し上げて、あれなんですけども、その最新バージョンはお手元に渡ってるやつものじゃなくて、先ほど配信させていただいたというか、アップさせていただいたものが最新ですので、まあその、お借りになってからまだその気があればですけれども、最初にざっとお読みになった時に何か変だなと思われた部分が治っている可能性もありますので、そういうものとして、ご了解いただきたいと思います。で、まあ、すでにだからご存知のように 大変な分量の、原稿になってしまったんですね。で、先ほども話してたんですけども、私自身も通して読んだことは一度もありません。で、この3ヶ月、時々思い出しては適当なところをその書いたり、やり直したりしてきたもんですから、全体として果たしてその論理が一貫してたのかどうかっていうことも若干その、自信がない部分がありますが、まあそうは言っても、そうは言ってもっていうか、だからその、私は言っちゃいけないんだけども、とにかく、7、80年にわたる日本の、しかも極めてその濃密なその時代を扱っていますので、なかなかその、その全部に目配りをができているような形でまとめることは容易ではなかった。というか、まだまとまってない部分は多々あろうかと思います。で、もともとですね、そのちょっと似たような話を前にもしたことあるんだけども、このですね、数年前、この覚えておられる方もいらっしゃると思いますけども、そのオフ会の場でですね、私がもうそのオフ会で話すテーマがなくなっちゃって、たっていうかなくなりかけてんだけども、困ったとこぼしていたことをご記憶の方もいると思います。で、それは今から考えても大変傲慢な話であって、全然そうじゃなかったっていうことが、まあ、今日のこの話のテーマなんかがその後出てきたっていうことからも分かるわけですけども、そのこのテーマを発見したといいますか、こういう問題意識を持つに至ったっていうのは、ご本人はそういう意識はあまりないと思うんだけども、そのここのオフ会にも一度だったかな、来たことがある私の中学時代の、同級生が、彼の、このひいおじいさんかもっと前かなの、書いた本に解説をつけて、出したので、ぜひ読んでほしいと。で、私のところにそのやってきたのが出発点だったんですね。まあ、その時は、いや、これでその本を、材料にしたシリーズが書けるなと思った程度で、まあ、現に書いたわけで、です。で、書いた、書き終わった時点でもう今日の問題意識を持つには至ってなかったんですね。ところが、その彼が去年また私のところに来まして、彼自身がそういうその本の編集といいますか、解説なんかつけるそういう作業をその自分の一族でもってこう勉強会形式でやってきてるんですね。で、そこの勉強会でこの何かその関連テーマを喋ってもらえないかっていう話だったんですね。で、その時にその、このふと思いついてですね、そういえばそのあなたのひいおじいさんかが、軍人としてスタートする。で、そもそもそのだからその彼はフランスに志士留学みたいな形で行ってて、ですそこでその不仏戦争に遭遇するんですよね。で、それがさらにパリコミューンにこう移行していくっていう、そういう時代の日記を彼が残していて、その日記をそのまあ出版したわけですけどね、彼と彼の一族が。で、
でその、ご先祖様が日本に帰ってきて、その後もその、軍だけじゃなくてこの行政官としても、それから、この貴族院議員としても、かなりの活躍をされているわけです。まあ、それほど知られている人ではないんだけれども、ちゃんとウィキペディアもありますしね、ウィキペディア書いたのも彼らかもしれないけどね。でその、どうしてそのそういうその、なんて言いますかね、その多方面にわたっての活躍ができたんでしょうかと。そうするとそれはこの教育を考えっていうものが一つ の, その手がかりになるのかもしれないと。そもそもそ の, こ の,、その人も反抗で教育を受けたはずだけれども、反抗教育っていうのは、反抗って名前は知ってるんだけども、一体どういう教育をしたのかという、そういうその、話をその勉強してこの話してみようと思うんだけども、って言ったら、彼は何かその難色を示してですね、結局それはその彼の勉強会で話をするっていうのは実現しなかったんだけれども、しかしそれがきっかけになったんですね。それでも何か犯行について、この勉強するのにいいその本はないかと思って探したら、この熊本藩の自習官のについて書かれた本があるってことが分かって、それを読んだんですね。でその本を読んでるうちに、その、読んでるうちっていうか、だからその本をでもって、まあ、彼の勉強会では話をすることにならなかったんだけども、この、せっかく勉強するんだからっていうんで、それをまあシリーズにやっぱりこうしたわけですよね。でシリーズ書いてるうちに、その、はたと困ったわけですよ。そのシリーズ書いてる途中はあまりそのことは、まあ、その言及しなかったんだけども、薩摩藩は違うじゃないかと。薩摩藩の藩校なんて言ったかな、とにかく そこはどうもその、徳川幕府の出てこないなんだっけ、その昌平校じゃなくて昌平坂、なんだっけ、学問所だ、昌平坂学問所のでのその教育内容とその大して変わらないじゃないかと。にもかかわらず、その少なくともその長州藩と薩摩藩が日本柱でもって明治維新をやったってことになったんだけども、どうしてそんなことになったんだと。でそれでちょっと待てよ、その薩摩藩っていうのは一筋縄で行きそうもないっていうふうに考えるようになって、それで、少し調べてみるとですね、のいやどうもそれそれどころじゃないと。薩長両派が手を携えて 最終的にですね、それでその明治維新がなったっていうのは違うんじゃないかと。全部その薩摩藩の お膳立てっていうんですかね、その薩摩藩が舞台を全部設定して、そこにその最終的に長州藩をひょいと乗っけただけじゃないかという、そういうふうにこの思えてきたんですよね。でそれでその結果、その大元は何かっていうことになってくると、どう考えても島津斉彬だろうと。じゃあその島津斉彬についてはこのまあそれこそその、幕末を取り上げた NHK の大河ドラマだけでも随分山とあるわけで、その都度その島津斉彬も登場はしてんだけれども、それからまたその西郷とかですね、それから大久保利通とか、あるいはまあ長州藩の方はまあいっぱいいろんな人がいて、そういう人たちの伝記とかなんかっていうのは随分読んだんだけども、島津斉彬についてはあんまり読んだ記憶がないねと。で、しかもその実際調べてみると、その それほどたくさん出てないっていうか、これそれからネットでその島津斉彬について論じられたものを見てもですね、
少なくともあんまり気の利いたものはないっていうか、結局その日本の歴史学者とかその評論家とかそのあまりその真正面から島津成明に取り組んでないなっていう印象を受けましてね、まあ、私自身もそうだったんだけど、まあ、私がその指揮者なのかどうかってことは別にしてね。でそれでじゃあその島津成明を知るためにはどうしたらいいのか。で島津成明は本は一冊も残していません。 本どころか要するに著作を残してないんですよね。そうするとその島津成明の原稿録であるその本しかないということに気がついて、しかしその稲井文庫からそれが出てるっていうことは分かったんだけども、絶版になってるわけですよ。絶版になってるっていうこのこともまたそのなんていうのかな、そのまさに日本の、このなんていうかな、その 言論会とか学会の現状を示してるんだけれども、まあとにかくこの買って読んでみようということで注文してですね、届いたんですよね。それでまあこれはその原稿にも書いた話というか、やっと原稿に書いた話に入るわけですけども、それその読んでみてその最初にびっくりしたのは、序文を書いてるのはその牧野信玄なんですね。牧野信玄っていうのはその大久保利通の子供で、それぐらいは私も知ってたんだけども、だけどその 彼が序文を書いてるっていうことと、それからその、稲根文庫がいつで出たのかというと1944年の11月かなんかですよね。そのものすごく それこそ戦争だけなというか、もう大体その戦争の見通し、少なくともその日本は勝たそうもないって、その負けるなっていうようなムードがもうその漂っていた時期に、ですからその紙の配給もすでになってるかどうか知らないけども、紙だって得意ないだろうし、そんなその読む人がたくさん出るということが期待されるということでもないのに、しかしその時期に出してるわけですよね。で、そのこと自体が何らかの意味があるんだろうと思ったのと、もう一つはその、その事実としては牧野大久保の子供だっていうのは知ったんだけれども、しかしその考えてみると1944年の時点でその明治維新の元君たちの息子がまだ活躍してたということなんですよね。で当たり前みたいな話なんだけど、その時その改めていやそうだったんだっていうふうに思ったわけですよ。でということはね、そのなんかその明治維新とその先の大戦っていうと、ものすごく時代がこの離れていて、全く別の2つの事件だと思ってて、まあ、確かに2つの事件ではあるんだけれども、だけどその携わった人たちっていうのはこのアレンジは同じじゃないかっていうふうにこう思ったんですね。でこれはそれだからその原稿に書いたんだけども、その原稿はその おじいさんおばあさんの話書いたんだけど、おじいさんおばあさんまで、の至らない人が結構たくさんいたっていうことですよ。その、先の大戦をそのでその 中心的な役割を果たした人たちがね。それはだからその当然その両親とはそのある種しているいろと、体験話を聞いてるだろうし、いろいろとその、この忠告も受けてるだろうし、でその私自身のことを考えてみても、そのおじいさんおばあさんからだって影響を受けてるわけですよね。で直接そのもう物心ついた時にその全員死んでたっていうケースはまずないわけで、誰かとは実際その話をしたりですね、一緒に何かそのいろいろとその経験をしたりなんかもしてるし、少なくともその両親からはおじいさんおばあさんの話っていうのはかなり聞かせれるだろうと。だからそういう意味でもですね、その幕末明治維新とそれからその私は日清戦争と言って、日清戦争と大東亜戦争の頃ではその
つながってるなっていうふうに思ったんですよ。でそのこのいよいよその由来文化が届いた読み出したんだけども、いや 最初はからもちろんだからその、昔の言葉で書かれてるし、その漢字だって難しいしね、もう簡単に読めないといえば簡単に読めないんだけども、それでも大体その大体はその実際を追っとけば、この書かれてることは分かるといえば分かるんですけどね。最初に取得して感じたのはさ、なんだこれはっていう感じだったんですよね。つまりさ、その、なんかその大したことが書かれてないような感じがしたんですよ。しかしさ、それはそのちょっとおかしいんじゃないかと、そんなはずはないと思ってそのもう一回っていうか、その最初から最後までまた読み返すっていう形じゃないんだけども、ところどころこのそのページを開いた一体なんかその面白くないことしか書いてないような感じがするんだけども、成明の真意は何だったのだろうなということを考え始めて、そこでちょっと役立ったのは、これも昔よく話したことなんだけども、私その防衛白書を2回手掛けてて、その本音をそのまま書けない時にどうやってその自分の本音っていうものを行間にいじませるかっていうのは随分工夫をしたんですよね。でそういう上でそのもう一度その成明の原稿録っていうものを読み返してみるとどうなるかっていうことで、時々この開いてはですね考えるようにしてるうちに、だんだんそのちょっと待てよと、これはそのすごいなっていうふうに思うようになったんですね。でその凄さっていうのは、でもしかしそのこれだけその時代を離れたね、とにかくその幕末維新の頃とそれから先の大戦の 頃との間隔ぐらい、またその頃から今まで開いてるわけで、でもしかしそれだけその時間を置いて読んでる私も必死に考えればなんとなく分かってくるような気がしたということは、当時その成明の周りにいて、あるいは成明が亡くなった後、その成明はその何が言いたかったんだろうかってことをみんな話し合った時にですね、そのもっとその簡単に彼らはその分かったんじゃないか、いや少なくとも成明の方はこの彼の、 その部下たちにはその自分が言ってることが何であるかっていうことは絶対分かるように伝えたはずだと。でそこでその西郷とかね、大久保の立場に自分を置き直してみてまた考えてみたり したんですよね。その結果なんて言いますかね、成明の原稿っていうのはその原稿録の中に載ってるものだけではもちろんないわけで、そういうその他のことも含めてなんだけど、だけれどもその全体としてその成明がその残したものっていうのは薩摩にね、その巨大であって、それは薩摩だけじゃなくて日本全体にとって巨大なんだって、もうそれ以降の日本史っていうものを全てその規定するぐらいの その戦略がそこに全部書かれてるっていうふうに、だんだんその、この読むにつれてこの監督してきたって言いますかね。でしばらく経つとですね、時々夢の中に成明みたいな人が現れてね、それで私がその前の日にそのここはそのあなたこういうつもりでおっしゃったんですねっていうふうなことで振り返りながら彼に話すとね、お前もやっぱりその西郷大久保程度の人間だと、お前はアホだと、そう思われですね、当たり前じゃないかと、自分の言ってることがそんなにわからないかねと、と言ってやつの笑われて、それでその頭をかくというようなことが何度も起こったわけですよ。それでその結果をそのまとめて書いたのがこの、原稿 の前半の部分ですよね。で
で特にその私がびっくりしたのはね、そのというかその他の人が今まで周りに それでびっくりしてなさそうなんで、まあ、まあそもそも読まれたってこともあんだろうけど、理解できないんだけれども、その、水戸の徳川斉昭もですね、それからその自分をとにかく名君中の名君というふうに慕ってくれてたはずの、あの松平の吉永要するに志雲閣ですね、をそのケチョンケチョンに言ってるわけですよ。それ、ね、でそれはその逆に言うとね、その何が言いたかったのかっていうことは明らかだろうっていう話になるわけ。あの斉昭が喋ったであろう斉昭にしても、それを聞いたその西郷とか大久保にしてもね、要するにその徳川幕府はもうどうしようもないからぶっ潰せと言ってるとしかそう読めないわけですよ。でそのなんていうか、ただしこのやつはぼやくしと言われたんだけども、いくら別にその書き物じゃないと言っても、斉昭が幕府を潰せと言ってますっていうような話がその伝わったらもうえらいことになるわけだから、そのとにかくその絶対尻尾をつかまれないような形で、しかし自分の意のあるところは確実に伝わるような表現でもって彼は言ったに違いない、そういうことになるわけで、だから結局その斉昭っていうことで何が言いたいかって言ったら、それは幕府そのものをその言ってるなと。それからその吉永を奥さしたっていうことは何かって言ったら、別に吉永個人というよりね、その審判の筆頭ですから、一年半というのは、だからその審判も全部ダメよと言ってるというふうに、その最後らは受け止めたに違いないって話になるわけ。となると、その慶喜を将軍につけようとしたのはその なんでなんだって話になると、それはその幕府を潰すためにつけようとしたっていうことにならざるを得ないわけで、その、でもちろんその、直接的な表現は してないんだけれども、なぜその幕府を潰さなきゃいけないというふうに斉昭が考えたかっていうと、その幕府がその軍事を全然ないがしろにしてる、でそのこの後に及んで真面目に取り組んでいないというのが最大の理由だったんですね。でもどうしようもないということになるわけです。でその かわいそうにっていうか、まあ、吉永自身もそのかわいそうに、あれだけその尊敬してる人が実はその陰でそんなこと言ってたということになるんだけども、それから斉昭としてはそのひっくるめにしたくはなかったんだけども、その尾張の徳川家まで御三家、ということでくくっちゃって、その ある意味じゃ貶めたわけだけれども、まあ、それもだからしょうがなかったって言えばしょうがなかったんでしょうね。要は、本家も御三家もそれから審判も全部、要するにおよそその、徳川幕府関係者は全部ダメよというふうに切り捨ててるわけですよ。でだからそういう目で見ると、篤姫を家定の、この、まあ、御妻ですけども、正妻にこのしようとしたのだって、この家定を通じてその慶喜をその後継にということも、それはその若干はあったんだろうけれども、もうその先を考えていたんじゃないかというふうにも私は思うようになったんですね。つまりその誰かが生きてれば、自分がその 目が暗いうちに幕府を潰そうとは思ってたんだけども、その後その薩摩がその旧幕臣たちからその憎しみの対象になっちゃ困るわけだし、だからその幕府と旧薩摩藩との間のその関係をなんとかその平穏なものにできるだけね、その収めるように
その仲立ち役として篤姫を送り込んだというふうに考えるべきじゃないかという、そういうことになるわけです。で、でそのもう一つその、これもその一般には、このなんていうかな、エピソード的にしか取り上げられてないんだけれども、その成明とその篤姫がその日蓮召集、当時日蓮召集っていう言葉はまだできてなかったようですけれども、その後にその日蓮召集と名乗ることになるその日蓮宗の中の、大石寺系ですね、その信徒になったってことはものすごく大きいっていうこと、ことにも気がついたんですよね。で、これはそのそのコラム、少し前のコラムでも私が書いたように、もともと成明がその、単独で突出した天才だったのではなくて、その成明の、ひいおじいさんがそのあの、名前は出てこないな、その、重秀も、まあ、天才だったわけで、天才だったっていうのは、単に乱壁の先輩として天才だっただけじゃなくて、とにかくやたらとその子供をたくさん作って、その子供をしかるべきところにみんな送り込んだわけですね。それもそのこれはなんていうかな、その意図してもなかなかその、このしかるべきところに送り込むなんて下等はできないって、なぜならその、受け入れてくれる先がその受け入れなければ断絶するとかいうような、そういう状況に陥らなければその送り込めないわけだけども、そのだからそれがそのかなかなうまくいって、結局その成明が活躍するまでに、そういう成明さんが活躍できる、あるいは成明が死んだ後も薩摩藩が活躍できるような環境整備をやっちゃってくれてたんですよね。これは必ずしも全部その重秀が意図したものではないかもしれないんだけれども、まあ、ある程度は そういうことも頭の片隅にあったと思うんですよね。で、とにかくそういう目で見ていくと、その、私が今まで気がつかなかったことばかりだったんだけども、その、福岡藩ですね、黒田家、それも重秀の息子が継いじゃったわけだし、でそれからその、それからその、現在 の大分になっているその、中津藩ですね、中津藩にもその重秀の息子がこの送り込まれて ついてるし、それからその佐賀藩は、これはその成明のいとこが藩主に幕末いたわけだし、それからまたその土佐藩には成明の妹の、まあ、そこまで別にその重秀が やったとも思わないけれども、成明の妹がその薩摩藩の実はそのもうそのドンになっちゃって、その、薩摩の名君と言われてる、なんだっけ、山内容堂なんてのは実は全然頭が荒らなかった、実際にその土佐藩を愚痴ったのは成明の妹だったというようなこともだんだん分かってきたわけです。それでその でしかもそのそこはまだその断言できるだけの材料もなかったので断言してないんだけれども、その土佐藩経由で長州藩まで手を出してたわけですよね。で長州藩についてもだからその頼成明はその最後は長州藩とその手を結ぶんだぞということを事実上その言い残すということになる。なぜならばその長州というのは戦略的要衝だということから言ってて、戦略的要衝である以上はそこと手を組まなきゃいけないわけですからね。
で、でそのあとまあそのいやこれびっくりしたとか面白かったのはあの、その当時の秦ですね、中国の秦にこの古い使い物にならなくなったその兵器を売りつけろって言ってるわけですよね。でそんなこと言うからって話ですよね。でそのでもちゃんとその、原稿録でそれを記録して載せてるわけだけども、あの、それはその何が言いたかったのかってことになってくると、その別にその秦をその品を軽蔑してるとかなんとかっていうことをバカにしてるとかいうことじゃなくて、じゃない証拠にだってその儒学が中心だったんだけれども、その品の研究は続けなさいと言ってるわけだし、それから品との交流はどんどんその密にやっていきなさいってことも言ってるわけで、その中でそのこの全然異質な発言が飛び出してるわけですよね。それは 何か意図があっても違いないっていうふうに、これ私がその思うわけだけども、それ以上に当時の人たちは考えて、それはその伝わったに違いないと。でつまりはこの奮起させるためには恥ずかしめようっていうことを彼は言ったんだろうということで、だからこれもだからその大隈重信、大隈重信は薩摩の、まあ、隣の、この佐賀藩の肥前じゃないその肥後の方の、出身なんだけれども、あの これはその、小倉藩の 話も私の横の中で出てくるけれども、結局のところその薩摩藩とか薩摩藩ゆかりの藩に隣接してるあるいは囲まれてるってことになってくると、どうしてもそれ影響を受けるわけですよね。で現にその最後は西南戦争を起こした時も熊本からも、それからその中津藩、あの旧中津藩からもちろんなんだけども、その九州各地からその参集するっていうのは、まあ、そういうことですよね。で で結局どこまで話したっけどこで話かな、九州の話、でこの、まあ、こういう感じでこの話してると、もともとその原稿数分が超長いのに話が終わらなくなっちゃうんで、ずっとその、走りに走って、最後の近いところに話を持っていくと、最後のっていうか、先の大戦の時の大部分その参謀総長をやっていた杉山源ですね。杉山源の話になるわけだけども、杉山源が今言ったようにその、小倉藩出身なわけです。で小倉藩はまさにその審判だったんだけど、審判って不代だったんだけども、その長州征伐で矢面に立って、ただその長州征伐には薩摩藩も加わってるわけですね。特にその第一次長州征伐の時は薩摩藩が主力ので、第二次の時は、まあ、日和に落ち込んだわけだけれども、だから別にそのこの薩摩藩と行動は共にしたということになるわけです。でその後も結果的にその、戊辰戦争の時にはその薩摩藩側でっていうか、その、幕府を打つ側に立って一緒に行動して、庄内藩との戦の時も矢面に立って、それで、まあ、この活躍するわけですよね。だから実質、私の言うところの拡大島津家の一員にその、この小倉藩の人々も、なっちゃったわけだけれども、そのだから時代の
に活躍した、農民出身の農兵になったんですけどね、父親はその子供が杉山源だったわけで、杉山源がその、私の言うところの島津内野家コンセンサスに基づいてその、この新ガリ役、結果的にはですね、新ガリ役として決定的に重要な役割を果たすことになるわけです。でその、これはその次回のテーマなんだけども、そのうちの、その私が非常にそのなるほどなと思った部分を先にこう話してみますと、ミッシングリンク的な話を書いたのは誰だっけ、出てこないな、岩風呂、ずっとっていうか対米交渉とか活躍して、それでその東南アジア、インド工作で活躍した軍の軍人がいましたよね。大佐の人ですね。うん、で彼が言ってるんだけども、その、帝国陸軍のその将校っていうか、だからなんていうかな、その、陸軍士官学校がだからその当時そのだから一番優秀な連中が集まったっていうことを言っているんですよね。で彼はその、いい加減なそのことを言う人間では絶対ないんで、しかしそれはその我々の認識とは違いますよね。つまり当時もその、この高校レベルでこの比較しなきゃいけないんだけれども、旧制高校ね、いければいけないんだけども、その、この大学レベルで、の比較は一般によくその、ルフしてるわけですよ。でそれはその1に東大、2にその海兵、3に陸士だったんだけどね。にもかかわらず彼はその陸士にトップの人材が集まったということを言ってるわけですよ。でこのおそらくね、それはこういうことなんだね。あの中学を卒業して陸士に入ってくる連中で言えばね、それはその一校とかそれからその海兵とかに比べて平均的にはね、若干その見落としてたのかもしれないんだけれども、しかし大部分はその幼年学校からその力士に、いわば無試験でこう上がってきてる連中で出会ったわけで、彼らがだからその要するに幼年学校の時点でこの幼年学校とその他の中学を比較するのは難しいんですね。ただ幼年学校っていうのは中学の途中でこの入るような形だったんで難しいんだけども、その時点で考えればね、多分ね、岩倉が言ってることが正しくて、一番優秀な連中が陸軍に入ってたんでしょう。でそういうふうに考えると、どうしてその戦前史を陸軍が指導したのかっていうのは分かるわけで、その別にその指導したくて指導したっていう、ね、そういう面もあるってことは言いますけれども、その優秀なんだからしょうがないんでね、その やらなきゃいけないっていうか、みんなが期待するしね。でその師匠になったんだって、その陸軍出身がその、大正ぐらいになるとね、職になってから一番多くなるんだけど、それは何も期待臭くなったとかいうことじゃなくて、実際問題として一番優秀な人間が師匠になってたわけですよね。でその数が一番多くなるのは当然なわけで、だから多分私っていうようなことだったのということになるわけで、その当時のだからその日本の中枢の中枢が帝国陸軍だっていうことになるわけで、帝国陸軍 の結果的に新ガリを務めることになった杉山がだからその急ぎに急いで島津斉彬コンセンサスの
その毎年その実施をやったんですよ。実施っていうかもともと実施されてたんだけれども、その、大急ぎのその中途的完結っていうのかな、それを目指して頑張ってそれを成し遂げたわけですよね。で、だからこそ、その思い残すことなく彼は死んでいったんですよね。で、この拳銃自殺したときに、その弾が出ないって言って、それからその部屋から出てきて、部下にさ、その、なんていうかな、安全装置の外し方を教えてもらって、それからその元戻って、それで、その一発で心臓を撃ち抜けなくて、心臓の場の、場所をその印をつけてもらってたって言うんだけど、でその4発目でようやくその、まあ、その雑が できたんだけども、だけどそれはその、まあ、確かにその、ピストルとか小銃とか使うの、勝手は使ってにしても、その使わなくなってから何十年経ってて忘れたってこともあるかもしれないんだけど、多分そうじゃなくて、それぐらい逆に言うとその余裕があったというか、それを象徴しているそのエピソードじゃないかという気がだんだんしてきたんですけどね。でしかもその、8月15日にその陸軍大臣みたいに自殺するんじゃなくて、その、最後は第一総軍の司令官になったんだけれども、そこの第一総軍の副軍、これは国内の話ですけどね、だからその東日本全部なんだけども、その副軍が終わった日にその自殺をしてるということも、非常にだからもうその、平常心の危険みたいな感じで、彼はその淡々としかも楽しくその自分の家の生涯を終えてるわけですね。で、奥さんも面白いけどね、その奥さんも同じ日に自殺してるんだけど、この杉山の自殺もこれは私も事実としては知ってたんだけども、その、ほとんど語られることはないですよね。その、陸軍大臣の自殺っていうのが語られるし、この辺の自殺っていうのも語られるんだけども、杉山の自殺っていうのはそれに比較するとほとんど語られないんだけども、こちらの方が決定的に重要だと。でそれはまあとにかく何て言うかな、責任を負って自殺したっていう部分もあるんだけども、そのより大きいのはその満足しきって彼は死んだんだろうということですよね。なぜなら彼は一番その最後までその全体の戦況について把握できる立場にあったんですよね。というのはその第一総軍の司令官だったけど、その直前またその陸軍大臣がやってるわけですから、少なくともだからその各方面ほとんどみんな部下みたいなもんだから、その陸軍大臣の時にもところにも、このいやもともとその陸軍大臣のところにも戦況についての重要情報は当然入るわけなんだけれども、その通常の陸軍大臣よりも一層その細かい的確な情報が彼のところに入ってたはずですから、彼は私 その、割と最近言い出した、実は日本は先の大戦に勝ったんだということは、その当然のことだから杉山はそういう認識で死んでったというふうに私は想像をしているわけです。ということで、意外に短く終わっちゃう話になったんだけれども、もう終えることにしましょう。はい